はいどうも、翔平 TV です。はい、本日もまた、モンタナスポーツさんに来てるんですけども、先日ですね、モンタナスポーツさんご紹介のもと、ついにね、ワールドペガサスさんの展示会に行ってきました。行きました。本当に、初めて展示会に行ったんですけども、あの、写真ね、この辺に多分載せてあると思うんですけど、あの、クラフトマンの西島さんも、あの、お出迎えをしていただきまして、こんな感じで行かせていただきました。で、はい、今回ですね、モンタナスポーツさんにこちらの桑田真澄さんモデルのグローブがあるので、ちょっとこちらをちょっと手にはめながらね、なんとあの、先日、そのワッペの展示会来まして、こうね、西島さんとお話をしてたら、なんと、これから桑田さんが来るんです、みたいな話をされました。で、ちょうどその時に、モンタナさんは帰ってしまったんで、僕一人でポツンとこう、不安なままこう、どうしたらいいの？どうしたらいいの？なんて思いながらいたんですけども、まあ、その30分後ぐらいに、マジで桑田さん、来られました。はい。そう。まあ、その時の話を今日はしていきたいなと思うんですけども、桑田さんにお会いして、やっぱやっぱ第一印象っていうか、まあ、もう MLB ドリームカップでも2回会ってて、今回で3回目の、桑田さんだったんですけども、まあ、もちろんね、まあ、僕なんかが覚えてもらってはいなかったんで、お会いした方にはね、お配りしている、翔平 TV の名刺をね、渡して、ちょっとお見知りおきよ、つって、こう、お願いしますつって、こう、自己紹介をしました。その後は、サイン会ということで、その場にいた、お客さんたちにサインを書いていただいて、プラス、一緒に写真を撮るコーナーがありまして、まあ、見てもらえればよかったんですけど、こういう感じで、翔平 TV もね、翔平 TV って書いていただいて、サイン色紙をいただきました。はい。もうめちゃめちゃ嬉しい。3回目あったんですけど、やっぱりね、お話しするとやっぱ緊張しちゃうんで、あんまこう、ご本人の目を見れず終わったんですけども、次回もし会う機会があったら、ちゃんと話したいなと、目を見て話したいなと、いうふうに思いました。はい。そしてですね、桑田さんにカーブの投げ方を聞いてまいりました。もう皆さん多分気になってると思うんですけど、先日ね、対決動画出したと思うんですけど、そこで、もう実際にもう桑田さんのカーブをもう実際に使っているんですよ。それ関係のね、動画はね、概要欄貼っときますんで、そちらを見ていただければと思います。はい、まずこちら、ボールがありますんで、投げ方をご紹介したと思うんですけども、こちらの丸くなってるところあると思うんですけど、こちら中指を、ここの、丸くなってるこの右側にかけますと。で、かけたら、と言って、ここの、反対側のこの、下の部分に指をかけますと。まあ、こういう感じ。こういう感じで。で、この状態で、この状態で、まあ、ストレートと同じ、なんつうんですか、この手首の、この、曲げ具合というか、だったんですけど、桑田さん曰く、この状態から少し、こう、少しこう、寝かすと。寝かした状態で、多分こうですね、こう。こう来て、シュッとこう抜いていくような、投げ方ということで、はい、教わりました。で、皆さんもね、カーブって投げたことあると思うんですけども、自分はどういうカーブを投げてるか、下のコメント欄にコメントいただけたらなと思います。皆さんもぜひとも、遊びでもいいですし、練習でもいいですし、ちょっと試してほしいなと思いました。はい、この動画いいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。はい、3月14日、当選発表を予定をしております。このアクセヘベルガードのブレスレット。2名様にプレゼント。2つ出したんですね。2つ出したよ。ちなみに俺もついてます。いいなぁ。ついてないです。はい。ついてないです。できますかみたいな。伊藤新さんっていう、はい、左半身麻痺でアクセフベルガードユーザー世界一の人がいるんですけど、彼から託されまして、託された翔平 TV のファンの人にあげましょうって。応募条件が伊藤新さんのインスタのフォロー、そして翔平 TV のツイッターのフォロー、そしてベイちゃんのはないけど、はい、熱いコメント、この動画見て熱いコメント、ティナさんの新加入についてのコメントでもいいですし、応援コメント、はい、スカさんの応援コメントでもいいですし、はい、それで応募条件いきたいと思います。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。桑田さんはね、フォークを投げるんですけども、
いやプロ野球ってこうサインがあるじゃないですか。でフォークってやったらこうやってこうはめなきゃじゃない、こうやってやんなきゃじゃないですか。これバレるんですよ、プロ野球だと確実にやったら。で桑田さんの場合はこうやりつつフォークのサインが出ましたって瞬間に指、人差し指をこうちょっとこうフォーク握るその時の位置に変えてやっていたそうですよ。こうやってね、余談ですけどね、こう持ってどうだったかな、ちょっとあんまちょっと覚えてないのかな、リアルなんだけど、あ、こう桑田さんは多分こうなってるところ、こっちっすね、あの目隠しのあの、なんだっけ、視力検査で言えばあの こっちみたいな、右みたいな感じの方向が何もない方で、この状態で桑田さんはこういう風に構えててフォークのサインが出ましたってなった瞬間に桑田さんは指を置くそうです、こうやって、要するにこうですね、サイン出ました、で、こう上げた時にもうこのフォークの握りになってるみたいな。だからあのストレートの持ったところでフォークになった瞬間にこの人差し指だけずらしといて、サイン決まりましたってこう上げた瞬間にフォークの握りにするらしいです。はい、そんな感じで、これは余談でした、完全に。これはあの余談でございましたけども、こういう風にね、あのプロの選手は工夫をしてピッチングをしているということでした。